市民の皆さん、来年度の予算案についてご説明申し上げます。えー、トータルで一般会計が1640億2000万円ということで、対前年度予算のマイナスマイナス0.5%というところにいたしました。えー、コロナ感染の状況下で、えー、予算を拡大するということについてはやっぱり多少無理があると思いますし、えー、身の引き締まった脇の固い、えー、予算にいたしたということでございます。 大きな税収の減というのがなく、進みそうでございまして、えー、着実な予算執行が可能になる。なと思っておるわけでございます。千六百四十億という中身でございますけれども、簡単に申し上げますと、コーナーの完成。下で、えー、子育て環境の改善だとか、えー、福祉だとか、そういう身の回りの高崎市民の皆様方の生活に寄り添った。 今改善しておかなくてはいけないものについて足元をしっかり見て改善していこうという中身の予算でございまして例えば教育の世界子育ての世界で言いますとヤングケアラーで大変苦労しているお年を召したお母さんお父さんのおじいちゃんおばあちゃんの面倒を見ていらっしゃるえ若い青年の支援をしていこうというようなことでヤングケアラー SOS サービス事業というのを開催いたしますしそれから子育て環境を良くするためには 児童虐待などで大変苦しんでおります子ども高崎の子どもは高崎で救おうとこういうつもりでおりますけれどもそういう児童相談所を整備いたそうということでその準備を進めておりますそれから障害を持った方が長くあう程度の収入を上げて生活できるようにするために障害者の方の農業の就労施設というのを 果物で作ろうと思っています土を使わないでまあ水で土の代わりに水で栽培するという水耕栽培で例えばメロンのようなものを作ってそして付加価値の高いメロンのようなものを作ってそれを売り上げで多少とも収入が上がるようにするというような試みをやると働く障害を持っている方を。 募集いたしましまてそここで働いていいててただくとこういう施設を作る準備もしておりますそれからあの新卒高校を卒業したりしたあるいは大学卒業したりして高崎の地元で働こうという気持ちを持ってくださる方を奨励したいとこういう,うに思っておりまして、えー、働きだした人に多少ともありがとうということそれから頑張ってということで、えー、奨励費を1人10万円。 支給いたそうと思っております電子クーポンというような形でスマートフォンを使いまして高崎市内のお店だけで使えるそのお店とリンクしましたスマートフォンので現金の,のやり取りがなくても行くようなそういう支給の仕方をいたしたいと思ってこれからもあのそういう仕組みをいろいろ作っていきたいなとこ,こに思っております。高崎の 駅の東口の方にありますけど労使会館というのがございますがこの労使会館がもう古くなって、えー、改築しなければいけないのでその労使会館に新たに体育館を設置いたしまして、えー、夕方以降は中小企業で働く青年たちが専用して借りるあのスポーツ活動ができるで昼間は、えー、その東口地域の方々があの活用できるようなそういう労使会館を新たに建築するような費用も 予算化いたしたりししりておりますで併せましてあの中小企業だけじゃなくて農業にも新しく取り組むという方々がいて高崎に農業をこれから始めるんだという方々がお見えの時にはその方々はいろいろ経費もかかりますので多少とも支援するということで、えー、新規の就農者に対します応援の給付金というようなものを新規で予算さています。 いたしましたそれから小中学生と通学路で大きな事故が起きたりするということがある、あるないように通学路の緊急安全対策でガタガタガタッとこう通学路の時にスピードが上がらないようにするやり方とかそれからある時間帯はバリケードを移動して車が入らないようにするとかそういうような試みもする予算を作ったりしております。またあの 子どもたちのまあ安心安全といいますか健康のためにえ体育館の冷暖房が特に冷房ですけども入ってませんので体育館の学校のですね小中学校の学校の体育館の冷房装置を入れて順次入れていこうかということでまずそのいっぺんにはできませんので3校ずつやっていこうということでそう初年度分としてえ空調設備の導入ができるような予算も 用意いたたししました、まあ、そういうことであの子育てだとか、えー、身の回りのいろんな環境を改善していこうとこういうことを今こうけて大予算になっておりますその他豊岡地区に新しい、えー、新越線の新しい駅を作ると豊岡市に仮称でございますけどそういうものの設置の準備も進めていくということでそういう費用も計上したりしておりましてともかく えー、予算は膨らませないようにこういう時期ですから予算は膨らませないようにしながら市民生活市民の安心安全市民の生活がより良くなるようにそういう足元の改善をするというような予算になっております。と、えー、いうことで議会に提出したいところに思ってます。どうぞお含みを聞きいただきましておご理解賜りたいと思います。